アラグリオは中外製薬が販売する世界初の膀胱癌の診断用蛍光薬剤5アミノレブリン酸の塩化化合物デルタアミノレブリン酸からプロトポルフィリン9までの生合成経路アラグリオは白色の粉末で水には液溶、癌組織に取り込まれるとプロトポルフィリン球に変換されるプロトポルフィリン球は 青色光線に反応して635ナノメートルをピークとする赤色傾向を発する。アラグリオを膀胱鏡検査の前に投与しておくことで膀胱がんの広がりや遺産などの効力学診断に使用することができる。主要細胞では正常細胞と比較して PPQ 生成に至る酵素の活性が高いことと PPQ からヘムを合成する酵素活性が低いことにより 主要細胞では正常細胞に比べ PPQ が蓄積しやすいとされる。泌尿器科領域の工学診断用薬剤として、高知大学医学部泌尿器科が、抗線力学技術に基づくがんの診断に関する共同研究として、SBI ファーマ株式会社との共同で臨床研究を行ってきた。平成29年、強尿道的膀胱腫瘍切除実時における、 金層非侵純性暴行癌の可視化を効能効果としてアラグリオ下流剤分放 1.5g を厚生労働省が認可した。強尿道的膀胱腫用説除術試行時における金層非侵純性暴行癌の可視化を目的とした世界初の抗戦力学診断用蛍光製剤である。アラグリオは検査の2から4時間前に少量の水に溶解して 内服投与される。投与量は体重 1kg あたり 20mg で計算する。ポルフィリン症、ポルフィリン過敏症や妊婦には投与できない。また光過敏を誘発する傾向がある薬剤を使用中の患者にも投与禁忌である。対象部位に炎症があると偽陽性となる可能性が高いため、膀胱内 BCG 治療や前回 TUR。 BT からは3ヶ月以上の期間を空けることが推奨されている。PPQ の赤色傾向は青式孔の照射により次第に退色する。したがって過剰な青式孔の照射は、癌組織の発光の減衰を招き、癌組織が存在するのに発光しないという偽陰性が起きやすくなる。そのため、病変分への青式孔の照射は必要最低限に止め、切除処置や、 止血処置時には白色光に切り替えて実施するように推奨されている。投与後少なくとも48時間は、PPQ による光障害を避けるために強い、光への目及び、皮膚の曝露を避ける必要がある。おおむね照度500ルクス以下で生活してもらい、PPQ が体外に排出されるか代謝されるまでは外出することはできない。これは体内に残るポルフィリンが、 高額監査されて、ポルフィリン症を発症するのを防止するためである。また投与後2週間は併用禁規薬の投与を避ける必要がある。比較的高頻度の副作用として、肝障害が知られる。蛍光投与では、結晶中の未変化体濃度は、投与後0.83時間で最高濃度に到達し、消失半減期は2.27時間であった。結晶結合率は、 500の500 0マイクログラム L の濃度で12%であった。結晶中 PPQ 濃度は投与後6.17時間に最高濃度に到達し、半減期は4.91時間であった。類似薬として、ポルフィマーナトリウム塩や、タラポルフィリンナトリウムが認可されているほか、テモポーフィンやプルリチン、ホスカン、フェオフォーバイド等が開発されている。 ありがとうございます。